皆さんこんばんは。でんのこ天チャンネルのでんのこです。今回はジャンププラスにて連載されている看板作品であるスパイファミリーについての内容をお話ししていこうと思います。2022年4月9日よりアニメ放送もスタートし、2022年春のアニメの中でもかなり業界が注目しプッシュされている作品だと思います。そんな中、第1話の放送後、ツイッターではトレンド1位になるほど話題となっています。今回の動画では、アニメーションになって色がついたからこそ気になる人も多いのではないかと思われるのが、超能力少女であるアーニャが持っているぬいぐるみです。初登場時より持っており、原作では特に気にならなかったんですが、カラフルであることで目に入ってくる印象を受けます。実はこのぬいぐるみが作中で大きな鍵を握るのではないかなと思われる説があります。今回の動画では、そんなアーニャが持っているぬいぐるみについてフォーカスして、今後の展開などを考察していこうと思います。連続テンチャンネルでは、アニメや漫画等に関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス作品、異世界転生など、ジャンルにとらわれず気になる作品を深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、連続も頑張れますので、よろしくお願いします。では早速、本題に入っていきます。今回は原作のネタバレを含みますので、ご注意ください。ぬいぐるみの名前。まずこのぬいぐるみについての一応名前が付けられています。その名前はキメラ長官、秘密組織ピーツのボスという設定です。水族館のイベントで手に入れたペンギンのぬいぐるみの入隊という名目でアーニャが一人芝居をしています。ここで一応呼び方はキメラ長官としておきます。もちろんこの名前からわかることもあります。アーニャが持っているキメラ長官の名前や見た目からわかるように、この動物はキメラとなっています。ライオンのように見えるぬいぐるみですが、実はライオンとは少し違います。確かにライオンのような顔をしているんですけれども、頭には角、背中には羽が生えており、尻尾に至っては完全に蛇です。この謎の生物はいわゆるキメラだと考えられます。キメラとはざっくり言うと、一つの個体に異なる遺伝子情報を持つ細胞が混じっていることとなります。一般的には複数の生物が組み合わさった合成生物がこのように言われることもあります。その起源はギリシャ神話に登場するライオンの頭、ヤギの胴体、毒蛇の尻尾を持つ怪物キマイラで、ゲームで言うとファイナルファンタジー、ドラクエなどでも出てくるキマイラで登場しているので、名前の姿に馴染みがある人も多いのではないでしょうか。一方でこのキメラは実際に見た目に出ないものもあります。もしかするとアーニャ自身がこの異なる遺伝子情報を持つ個体なのではないかと考察されます。よってアーニャは被験体としてそういった面で調査研究されていたのではないかという部分が、このキメラ長官と重ねているのではないかという説があります。アーニャは意図的に作り出されていたのではないかという部分の理由の象徴としているのではないかと思われます。ではこの人形は誰からもらったのでしょうか。ものなのでしょうか。初登場時、孤児院にいる時はすでに持っています。アーニャもその後ずっと愛着を持っている印象です。なので一時的におもちゃではなく必ず大事なぬいぐるみであるのは確かです。可能性として2つあります。研究所でもらった、両親からもらった、この2つのパターンですね。研究所でもらっていた場合であれば、実験的な意味を込めてキメラのぬいぐるみって部分は重なるかなと思います。ただ単純に遊び道具として渡されたのではなく、研究員に従来の研究対象としてではなく一人の少女として対応してくれた人がいたのではないかと思われます。そこで次の可能性、両親ですね。このアーニャの両親については全く情報が現在ありません。両親がアーニャをただ手放しただけだと少し辻褄が合わないので、この研究員が父親、母親、もしくは親族であった可能性があります。しかし何らかの理由でこの人形を物心つく前に渡していたのではないかと考察できます。もしかすると人形に手紙が入っている、何かしらメッセージが込められているのではないかと推察します。本当は研究対象にしたくなかったなどがあるかもしれません。その事実がわかるのは、あの人形がボロボロになるシーン、今後戦争もしくはアーニャが巻き込まれる展開で判明するのではないかという考察です。ちょっと考えすぎかもしれませんが、そういったアーニャの秘密を知る上でアイテムとしてはキメラ長官は鍵を握るかもしれません。今後のストーリー展開で触れることがあればあり得るかもしれませんね。はい、今回はね、アーニャのぬいぐるみキメラ長官について考察しました。まだ憶測には過ぎませんが、ただアーニャの存在を意味しているだけかもしれません。ただあの人形がキメラであることは間違いないので、今後の作品を楽しめる要素が増えればなと思っております。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また見てやってください。さようなら。